ビシュってやつだな。てめえ、いつの間にそこまでの空腹を。バルタ、あんたは確かに天才だ。だが、その才能ゆえにどうしても積み重ねが欠けるんだ。そして空腹とは、愚直なまでの繰り返しの鍛錬で積まれていく。だからこそ格下の俺の拳があんたにも届くんだ。格下か。ジジイのやつはそうは思っていなかったぜ。え？ジジイは俺に言ったのさ。活人、殺人の理念に関係なく、素質も才能もてめえの方が俺より上だとな。そしてジジイはより才能のある方に太刀流を継がせるつもりでいた。それが何を意味するのか、鈍いてめえにもわかるだろうが。俺があんたより格上なんて、そんなの冗談もいいところだろう。それに先生がキリカの気持ちを無視してそんなことをするはずが。だからてめえはめでたいんだよ。流派を継ぐわけでもないのに師父の娘と一緒になる、そんなことこの俺が納得できると思うか。だから俺はてめえとの勝負で継承者を決めるようジジイに要求した。だがジジイはこう抜かしやがったのさ。ジンは無意識的にお前に対して遠慮している。武術にしても女にしてもな、お前が今のままでいる限りあやつの武術は大成せぬだろうと。俺も青かったから余計に納得できなかったわけだ。そしてジジイはてめえの代わりに俺と試合うことを申し出て、そして俺はジジイに勝った。これが
俺とジジイがし合った理由だ。お望み通り答えてやったぜ。俺はずっと確かめたかった。先生がなぜあんたとの試合に立ち会うように言ったのか。ようやくその答えが見えたよ。なんだと？バルタ、あんたは勘違いをしている。これは俺も後でキリカに教えてもらったことなんだが、あの頃龍河先生は重い病にかかっていたそうだ。悪性の腫瘍だったと聞いている。だからこそ先生はあんたとの試合を申し出た。無論あんたの武術への姿勢を戒める意味もあっただろうし、未熟な俺に武術の極みを見せてやるつもりでもあったろう。だが何よりも先生が望んだのは武術家としての生を一番弟子との戦いの中で全うしたいということだったんだ。なんだそりゃ。そんなバカな話が、あるわけねえだろうが。じゃあなんだ、俺は体よく利用されただけか。そうだとしたら、俺は。確かにそれは、身勝手な話なのかもしれん。だが強さを極めるということは、突き詰めれば利己的な行為なんだろう。それが俺たち武術家に課せられた宿命と言えるのかもしれない。だからこそ先生はあえて己の身勝手をさらけ出した。そうすることであんたや俺に武術の光と闇を指し示すために。バルタ、構えろ。何？先生とあんたから学び、遊撃士家業の中で磨いてきたタイトの全てをこの拳に乗せる。そして修羅となり闇に落ちた不甲斐ない兄弟子に喝を入れてやる。多分それがあんたの弟弟子として俺ができる最後の役目のはずだ。ずいぶん服じゃねえか。だったら俺は結社で磨いた秘技の全てを剣に込めてやる。タイトの全てを葬るためにな。それだけの薫風を宝の持ち腐れにしてたとはな。ジジイの言うことがようやく分かったぜ。ふう、うめえ。本当にタバコが。みたいだね。ジンさん、やったわね。うんうん。まさかこのとんでもない男に真剣勝負で勝っちゃうなんて。いや、勝てたのは俺がタイトルを背負っていたからに過ぎんさ。
もしあいつがタイトの正当な使い手としてこの勝負に臨んでいたら、倒れていたのは多分俺の方だっただろう。もうそんなことないってば。それよりジンさん、怪我とかしてるんじゃない？手当てしておきましょうか。いや大丈夫だ。バルターのやつもしばらくは目を覚まさんだろうし、このまま放っておいていいだろう。今はとにかく上を目指すぞ。うん。それじゃあ奥にある端末を操作しましょう。We'll be right back.
あなたの運を占ってあげるわ。うかつね。だらしがないわね。やっぱり君か。
あの3人を倒すのは結構大変だと思ったけど。でもレンは信じていたわ。エステルとヨシアがレンのところに来てくれるってね。レン、それでも君は戦うつもりなんだね。どうしようかしら。せっかく約束していたのに、お城で会った時には殺し損ねちゃったし、エステルの態度次第では見逃してあげてもいいわよ。私の態度？簡単なことよ。この間レンに言ったことを取り消すだけでいいわ。え？前にレンが結社にいるのが間違ってるって言ってたわよね。あの言葉を取り消すだけでレンはこの場を引いてあげるわ。どう？悪い取引じゃないでしょ。レンちゃん。レン、そんな取引は間違っている。たとえ望んだ言葉を引き出せても、本心が違っていたら何の意味も。ヨシア、いいの？ここは私に任せてくれないかな。エステル、分かった、頼む。ありがとう。やっとその気になってくれたみたいね。さあ行ってちょうだい。レンが結社にいることは間違ってなんかいないんだって。レン、甘ったれるのもいい加減にしなさいよね。世界はレンを中心に回っているわけじゃないわ。レンのために都合よく変わってくれるものでもない。たとえレンがものすごく大きな力を持っていたとしても、あの大きなパテルマテルが助けてくれたとしても、それでも人の心までは自由にはできない。レンに結社にいてほしくないのは確かに私のエゴかもしれない。だから無理強いするつもりはないけど、でもできればレン自身に気づいてほしいと思う。いつでもヨシアみたいに後戻りができるんだって。エステル、そう、せっかくチャンスをあげたのに棒に振っちゃうんだ。救いようのない大バカね。みんなごめん。ひょっとしたら避けられた戦いだったかもしれないけど。謝る必要はないよ。君は僕が言いたいことをあの子に全て伝えてくれた。私もお姉ちゃんの言う通りだと思う。レンちゃんがこのままなんて、そんなの嫌だから。一丁気合を入れたのか。みんな、気に入らないわ。本当の本当に気に入らない。パテルマテル、リミッターを解除しなさい。出力全開でエステルたちを殲滅するわよ。